お疲れ様でございます。え、それではね、第35週目をテクニカルから見通していこうかと思います。8月24日土曜日、朝3時なんですけども、FRB の議長、パウエルさんがね、9月に利下げ、時が来たっていうふうにね、まあ、そんな発表するわけですから、大きくこのロウソク足が下にドーンと沈みました。これテクニカル的に見ても、このトライアングルが下にブレイクしたわけなんで、 この流れがね、大筋35週目の月曜日から響いていくんじゃなかろうかと思います。まあ、そんな前提でね、35週目を、まあ、見ていこうと思いますね。では、まず、週足の方からです。週足。下落がドーンと起きてまして、それが未だに止まっていません。というのが、ずっと上昇上昇できていたものが、このチャンネルラインを割った瞬間に、テクニカル的にはもう下落ね。これが、どんどんこの、 ローソク足を太くしてるわけですよ。で、一旦止まりかけたんですけども、まあ、これは材料もあったんでしょうけども、えー、まあ、一時期の反発ですよね。これほどまでに下の方にこうに動いたら、利確が多少入りますんで、調整が入って、さらに下に下がっていくっていう、その途中だと思います。で、n 字を書いて、もっともっと落ちていく。そして130円台が、あ9月には見通されるんじゃないかなっていうところですね。はい、それでは、冷やしの方に移ります。 冷やし。はい。えー、もう、下落トレンドしか見えませんね。で、上昇したものが、この移動平均線にぶつかって下に行くと。で、この実態を抜けるところが今です。ここに、パウエルさんの、利下げの発表がありましたんで、安々と抜けていくでしょうね。さらには、このヒゲ先も抜けて、ついに130円台っていう、そんな場面が見えてくるテクニカルです。 次は4時間です。もう4時間になるともうすでにね、26日のトレードに関わってくるんですけども、どうでしょうかね。ここから上昇するところってのは見えないと思います。移動平均線はずっと下を示唆してます。そしてその下にロウソク足がありますね。上昇が下落に向かって、今のところその出口が見えない中で、パウエルさんのアメリカの金利、利下げの発表ですから、これは円高の方向に向かうとしか考えられません。 はい。ただね、相場っていうのはそんな簡単に私たちにプレゼントをくれるかどうかわかりませんので、常に警戒してください。えー、これ一番最初にお見せした図なんですけども、三角形がどんどんね、ちっちゃくなっていって、ボラティリティが収まっていって、最後はトライアングルから下に抜けたっていうテクニカルで、えー、お話してるわけですけども、ここにパウエルさんの発言が追い風になって、もっともっと落ちていく。で、えー、この34週目はね、 144円台に行くんじゃないかってことで、1週間読み進めてきたんですけども、結局144円台になったでしょというのが、下落の流れが止まらないよってことを示唆してるわけですよ。うん、で、ずっと下落してますしね、162円から今、144円まで来てるわけですから、もっぱら下がりっぱなしなんですよ。この勢いにやっぱり乗っかっていかないといけないなっていうところがテクニカルなんで、これからも下がることが考えられますけども、そこにね、何度も言いますけども、アメリカの利下げの発表ですから。 で、日銀が利上げを取り消しましたけども、でもね、利上げですよね、もうね。まあ利上げしなくても、相対的に日米の金利差っていうのは縮まっていきますんで、まあそうなると、今までのようにドル高一辺倒ではなくってね、ドルがだんだん抑えられていって、ドル円の世界では相対的に円が130円に向かって伸びていくってことになります。月曜日も、まあ月曜日単体で見たらね、もしかしたら、 調整が入って上に1日だけグッと伸びるってことは考えられますよ。だから警戒をしなくてはいけませんけども、基本的には1週間を調べてみると、143円とか142円が見えていくんではなかろうかと思いますね。はい、それが35週目の見通しになってきます。26日、単体に限っては、瞬間的に反発してグッと上がる、つまり理学が入る可能性もありますので、そこを確認しながらエントリーに気を使っていきましょう。えそれでは以上です。